ということはここはこうなる。するとこの言葉の意味は。あら、まあフィリスさん、ようこそいらっしゃいました。どうもアンネさん、すみません、お仕事の邪魔しちゃいましたか。いいえ、ちょうど休憩しようとしていたところでしたので。よかった。ところでどんなお仕事をしてたんですか。本を読んでるみたいですけど。古文書の解読をしていたんです。よろしければフィリスさんも見てみますか。はい、ぜひ。私、古文書って見るの初めて。何ですか、このうねうねっとした文字。どうやらかなり古い時代のもののようで、読み解くのにだいぶ時間がかかってしまいました。はい、今までの古代文字とは形式が違いますが、8割程度の解読は終わっています。すごすぎる。アンネさんってとっても頭がいいんですね。いいえ、そんなことはありません。優れているのは私の頭脳ではなく先人たちです。私はただ先人たちの残してくれた知識を使っているだけですからね。知識を使える時点でアンネさんも相当すごいと思うんですけど。あら、ではありがとうございます。こちら。おい、お前フリッツじゃねえか。ん、お前はアングリフ。久しいな、いつぶりだ。さあ、んな細けえことは忘れちまったな。お前は相変わらず人形劇やってんのか。ああ、もちろんだ。人形劇は我が人生そのものだからな。そういうお前はまだ金稼ぎをしてるのか。あたぼうよ、金稼ぎは俺の人生だからな。お前らしいな。だがお互い年を取ったものだ。もう以前のようにはいかないだろう。くれぐれも無茶をしないようにな。へへ、分かってな。今度また酒でも飲みに行こうぜ。ああ、ぜひ。何か本を読もうかな。冒険探とか図鑑とか。よいしょ。どれがいいかな。
いかな、どれがいいかな。作ろうかな。どれがいいかな。材料はどれにしよう。材料はどれにしよう。それ大した相手ではなさそうです。これくらい楽ならいいのですが。Thank you.
外よりは寒くないね。よいしょ。これもあの灯火のおかげかな。フィリス、お願いがあるの。まあそこまで急ぎってわけじゃないんだけど、比較的急いでくれると嬉しいかな。それって急ぎってことなんじゃ。まあいいや、どんなこと？あのね、調合に必要な材料を集めてきてほしいの。用があって調合をしようとしてたんだけど、すっかり材料を切らしてしまっていてね。調合？え？二人って錬金術師だったの？あれ、言ってなかったっけ？そうだよ。まあ、ちょっと前までは才能がなくて錬金術なんてできなかったんだけど、お人よしの錬金術師が道具を作ってくれてね。そのおかげで調合ができるようになったの。まあそれはさておき、材料の件よろしく頼めるかな。お、うん、任せておいて。ありがとう。集め終わったら持ってきてくれると助かるわ。それじゃあね。二人が錬金術師だったなんて驚いたな。でも才能がなくても調合ができるようになる道具だなんて、すごいものもあるんだね。これは前に頼んだ材料だね。ありがとう。これで調合を進められるよ。ええ、すっごく助かったわ。フィリスには何かお礼をしないといけないわね。どんなものがいいかしら。お金か、珍しい材料か、それとももっと。あ、そうだ、あのことを教えるっていうのはどうだい？あ、それはいいかも。それじゃあ、そうしましょう。ねえフィリス、君は空に浮かぶ島のことを知っているかい？お空に浮かぶ島？うん、聞いたこともないけど。おとぎ話のようだと思うでしょ？でも実在する場所なの。
しかもそこにはとある伝説があるんだ。なんでもとんでもない財宝が眠っているっていうね。とんでもない財宝？すごい。そんなものがあるなら私見てみたい。あなたならそう言うと思っていたわ。まあだからお礼として話すことにしたんだけど。空に浮いているというだけあって簡単にはたどり着けないだろうけど、とりあえず一度見に行ってみるといい。その島はここから北の方にあるからさ。うん、行ってみる。ありがとう、二人とも。いやいや、気をつけて行ってくるんだよ。なかなか。これ面白いね。可愛がってあげる。さあ受けなさい。道具の扱いはお手の物です。ありがとう、心配ないわ。ちょっと嘘。もう大丈夫。ありがとう、心配ないわ。逃がしはしません。これが錬金術。ちょっと
大した相手ではなさそうです。ちょっと疲れてきたような、けどまだ平気。可愛がってあげる。雨が降ってやがるな。何？ちょっと疲れてきたような、けどまだ平気。よっと、よいしょ。お、昼時か。飯食わねえと力が出ねえよ。俺様を盾にして進め。とも言えねえな、この砂嵐は。これ面白いね。